ロバーツ監督、大谷翔平のどっしりハビリの開始を明言する。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が18日韓国ソウルのコトクスカイドームで行われる韓国代表戦前に会見を行い、大谷翔平投手について米国帰国後に投手としてのリハビリを開始すると明言した。指揮官は大谷の起用法に関して、 DH で全試合出場を目指すのか、それとも適度に休ませるのか問われると、翔平は今季主に DH を務める、米国に戻ったら彼はまだ始めていない投球プログラムを始めることになる、投手として練習をスタートさせることを明らかにした。さらにその進み具合がどうなるか様子を見ていく、もし腕の状態が十分に健康であれば我々はフィールドで話をしていく、しかし現在我々が重点を置いていることは DH としてプレーすることだ、打者としてのパフォーマンスに注視しながら投手としてのリハビリを慎重に進めていく方針だと説明した。その上で彼が今年は登板しないことは私ははっきり分かっていると、改めて今季は打者に宣言させることを明言した。もう再開できるのか、早すぎやろ、回復力どうなってるんや、順調に来とるんやな、もともとこのスケジュールだったんかね、思ったより順調に来てるから開始が早まったとかかな、どちらにせよ医師から防災員出てないとこんな発表はないだろうから大丈夫か、バレオも4月にはリハビリできるって前言ってたし予定通りなんじゃないかな、もしかして秋に間に合うか、シーズン終盤には慣れそうな勢いやな、まあ監督も言ってるけど今シーズンは慣れなくていいわ、来季以降に向けて万全な状態になってもらう方が大事、投手は難しいかもしれないが外野手くらいなら終盤に少しできる可能性はあるんかな、外野手やる大谷も見てみたいな、手術後の結果は順調みたいやし、来季開幕からまた二刀流の大谷さんが見れそうやな、来年の日本での開幕戦は大谷の投手復帰登板になったら最高や。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。